みなさんこんにちは、小川太郎です、えー、令和五年もおしつまり、えー、大晦日、今もう夕刻五、えー、時前、えー、私の目の前の太平洋大島も伊豆大島も、えー、夕も屋の中に、ね、包まれ始めておりますしかし、冬時が過ぎて、えー、わずか、えー、10日少しですが明らかに日が伸びてくるんですね 本当に、この、えー、天,天照というのは、えー、非常にデリケート日本の場合しかしそれにしても、えー、暖かい冬暖冬というよりはもはや暑いですね、えー、なかなかこの外に出て散歩をしてもですね、えー、それこそもうこのワイシャツ1枚じゃないと歩いてると汗がかいちゃうというぐらい、えー、この辺りも暖かくていささか驚いております。さてえーこの 大晦日二、えー、つの話題をお届けしたいと思います、えー、この番組では、えー、例の清和会の政治資金問題、えー、おそらく来年、えー、年を超えて、えー、議員の、えー、な何人かが略式起訴される、えー、その線引きどうだとかいろいろな話が出てくると思いますで、えー、ここでですね えー、まだですねそのこれを岸田政権安倍発潰しっていうのが出てくるんですね保守の動画で、うん、本当にびっくりしますよね今ね岸田政権と安倍派を「罹患させるということ自体がねこれ清和会の諸君もね 幹部職務もよく考えておいておくれよ本当にこんなところでね岸田政権と清和会の間に亀裂を入れて誰が嬉しいのそして清和会ももう手がかりをつかめなくなりますよ再生していくそしてもちろんこの状況は、えー、高知会というより岸田さんというのはもともとのんポりに近いんだから そのノンポリに近い岸田さんがですね、安倍さんの暗殺を機に、安倍さん以上に安全保障に、えー、暴走している。そして憲法改正ももうやると。9月までの任期にやると。で、これもね、せっかくね、9月までの任期にやるんだと。尻を決めたら今度は保守派の中からね、9月までとか切るのが強引でおかしい。切らないからここまで伸びたんでしょ何をやっても保守派が岸田さんを叩く。何をやっても裏から言う。 なんか保守派論客って一度、ちょっともうこここそ一番掃除した方がいいと思いますな。年末に終わっちゃうか。あと何時間だい来年にかかっちゃうけど。ちょっとね、いい加減にしたらどうでしょうかね、と。誰を見ても岸田さんに対するこの言いがかりね。ちょっと異常ですよ。僕はまともだと思ってた人もほとんどまともな人消えちゃったね。これなんで岸田さんの悪口じゃないと。 あの、村八部になるから、私みたいに。村八部多いに結構でしょう。村八部でも村半部でも、村0.5部でもやりゃいいんだよ、そんなもの。やらせて言論人なんぼという覚悟がないような人間はね、全員言論から降りなさいと。これをもう年末にもう一度言っておく。この理解は意味がない。そしてね、この問題は一重に清和会の不祥事ですよ。他の派閥みんな怒ってるよ。当たり前でしょう。 もともと政治資金パーティーというものをですね、これは政治資金なんですよ。つまり非課税なんですよ。申告したって非課税なんですよ、皆さん。この非課税のものをなんで裏金にするのという話になってきます。で、しかも足すと10億円になると私は見てます。でも今の段階でまあ読売は10億って出したのかな。まだ他が5億してますから、じゃあ5億でもいいですよ。5億という裏金と聞いたらみんな大げさな数字ですよ、これ。大きな数字だから。一人一人に分けたら、 取ってる人、一番取ってて四五千万なんですかでも五年で五千万いうことは、一年で一千万でしょそしたらね、一年に一千万の元々税金がかからないお金を、なんで裏金で処理するの一番透明な金なんですよ、皆さん。この問題は、清和会は本当にけしからんのです。清和会の事務局は、本当にけしからんですよ、これは。なぜか。必要ないことでしょうどう考えても。 でね、例えばその部分を裏金的につまり政治資金として領収書に出したくないお金を使いたいとしますっていうかね不透明なお金っていうのは皆さんあるねこの見てる皆さんだって経理会計資料に出してね例えば独立事業主の皆さん全部出します自分の好きに使ってるお金なんかもちろん経費に入れないよねつまりお金っていうものはね えー、全部透明にする必要ないわけですよ。で、透明にしないところと透明にするところというのは、入り、入りがいろいろあっても、出の出方は会計処理ができるわけでしょ。例えば今回のお金でですよ。その、パーティー券で裏金、パーティー券で裏金と言われちゃうんですよ、これ。でもね、例えばなし、一番使ってる人は年間1000万円です。しかし、年間1000万円もですよ。えー、のお金っていうものはですね、えー、そのぐらいのお金がパーティー券売れる方はですね、 もともと家業があったり地盤があったりね、もともとお金作れてますよ、他に。おそらく間違いなく。そうするとね、別に家業で稼いでるお金を好きに処理したらいいんでしょつまり裏金にする必要なくて、これ全部政治資金として処理をしたって、その方が別のところでなんか表に出したくないお金の使い方したいんだったら、その1000万ぐらいのお金をですね、 表に出したくない使い方それが有業種なのか知らないあるいはなんかもう、古文に対する心付けも、あまりそういうものを表に、まあ、出したらいいんですよ。普通考えたら。後ろめたいことはないなら。だけどそういうのもなんか心付けで嫌だと。別に。じゃあ、ポケットマネーを何とかするということ自体がですね、選挙期間中公職選挙法に抵触したらこれダメに決まってんのよ。そういうことじゃなくて、一般論として、お金を自由に不透明に使う自由が自由社会なんです。 お金の出入りを全部透明化するとといいうことは本来必要ないわけですだからだからこそ疑問なのよつまりこんなところでね最大限年間1,000万に過ぎないはっきり言って私個人としては別に1,000万が安い金だって言ってんじゃないですよ個人としては大金ですよ私にとっては。だけども一般的に見てそれが政治資金の中に入ってきた時にそこを。 透明な、一番透明なお金がある政治資金パーティーのお金を何も不透明に見せかけるって一番バカバカしくてですね、結果誰も得しないのよ。こうやって見つかった時に誰もこれですごい、ふすごい不正。例えば、すごい巨額のお金がね、入ってきちゃって。どうしてもこの巨額のお金を、えー、表金で処理したくなくて悩むと。 いいいうようううよよな目にあああってみたたけどそそうう場合でででれればですよそれはまた処理の仕方あるでし,ょうしかし大抵の人は年間にしたら数十万円せいぜい数十万円をね裏金で処理するってことがバレバレになるって愚かしすぎません別に裏金にする必要ない金額ですよほとんどまずこの問題でこういう問題はですね えー、一重にですよ。で、これでね、一番困,困るのはね、これ、政治資金を透明化しろという議論が出てくる。政治資金がこうやって、ほら、こんな不正をしてると。政治家はけしからんと。だから、これからまた、一層の透明化で総,総理の言葉にも透明化と出てきて、私は非常にこれはおかしいと思っている。透明化し、これ、透明な資金なんですよ。今、問題になってるのは。清和会は、一番透明なんですよ。だから、すぐばれたじゃないですか。一瞬でバレるに決まってんですよ。だって、 それは20万以下の部分は、えー、の処理が見えてこないという点では不透明だというふうに言いますけれどもこれ現実にはですよそのそしてパーンというのはどこの派閥でもそうですけど基本的にパーンの場合にきちっと番号をつけて券を売ってるんですよですから実際には帳簿があったわけでしょそうこの調べたらすぐ分かってしまう入りと出がおかしいと。 いうことがすぐ見えてしまうような透明な場所でですねその政治資金を目減りした額で言っているだけつまりこの問題はこれ以上透明にしろという議論じゃなくてすでに透明になっているはずの政治資金をですよ誰でも調べればすぐバレるような裏金化したという全く動機不透明なことを長年 多くの金額でやってた清和会の処理の仕方がおかしいと違法である清和会の違法問題なんですこれは結局ねで清和会の違法問題というものだから今の法律に照らして違法なんだからまず違法であることを厳罰きちっと処理をして、まあ、誤ったものは修正をさせそしてあまりにも悪質な場合にはこれは、えー、立憲をするんなら立憲をされるほうないでしょう でそこまでの、えー、金額が大きい割に何か悪質性のよくわからない意図のよくわからない範囲のよくわからないことだということだったら、えー、検察は、えー、強引にですよ強引に見せしめのようなことをやるべきじゃないこんなものむしろ、えー、透明な政治資金を透明に運用する派閥政治政策集団というのが、えー、お金の扱いについてですね、えー、襟を正すとしょうがないね 襟を正すといいいうう以外言いようがないそして違法なことをしてた人がきちっと違法性についてはやはり社会的制裁を何らかの形で受けてそして、えー、今後それがないようにすると政和化については幹部たちの、えー、状況次第によっては誰もリーダーがいないとしたらこれとりあえず分裂するというもともと例えば福田さん側とそれから 安倍さん側とこれ経緯が違いますそうするとえ中でもいくつかの流れがあるわけですから場合によってはそういうふうな、えー、一度分かれてそして、えー、若手中心に再生をしていくということもありうるでしょういずれにしてもですねこの問題を自民党の政治資金の問題で、えー、現状の法律や立てつけが悪いからそれをさらに透明化するという議論はおかしいんです。でこれ以上透明化すするとですね これ政治資例えばパーケンを買った人の名前を全部公表すると調べたら全部わかるとこれ嫌じゃありませんお金を出してる側にとってね例えば企業でもそうですあるいは個人でもそうです、えー、日本の社会において政党特定の政党とか特定の宗教例えば宗,宗教法人のどこかに自分が会員であるとこれ日本社会でねこれ信教の自由があります 政治的自由ありますあるけれど日本というのは大きな村なんだよね皆さん。そうこの村の中でさらに自分が特定の例えば自民党に応援してますそうえっ?」て見る人たくさんいるんでしょう。えあの人自民党支持なの逆もそうですよね。まあ堂々と言いたくて言いたくて一生懸命言ってるのはまあ共産党を支持してる人や公明党の筋金の支持者この人たちはもう宣教師的なですね でこれは別に世界においてデモクラシーの国において例外じゃないですね。つまり自分の政治色をしっかり出すということが、えー、当たり前だという文化の場合はそれでいい。でも日本の場合はですね例えば企業なんかだってねだからいろんなと,ところに企業が献金してたりするでしょそしたらそれ全部透明になったら「えお前あっちも実はやってたわけ?」みたいな。だからこの政治と国民の関係は 非常に日本においては独特の土着性が当然あってねこれを、えー、これ以上透明化するということは、えー、国民と政治の間に国民が政治に献金をするという形で参加するときにおそらくいろいろな、えー、国民と政治の距離をさらに遠ざけますでこれいつも私の一つの心情です、えー 透明とかですね、完全なる権利とか、完全なる平等とかですね、完全なる透明化とか、違法性のゼロな社会とか、そう,いう気持ち悪いのやめましょう。この世は汚れ切ってんです。汚れ切ってるから法律を作って、人の心は汚いんです。私は自分がいかに、この今の日本においてはいかに美しい側の心の持ち主か、本当に体験し抜きましたよ、この何年も。 こんなに平気で人を騙す。こんなに平気で違法行為すれすれの現地を、えー、行ったり取ったりする。だから、人間の汚れというものを前提として、えー、一定のざるっていう状態、ある種のざるという状態がなければ、この社会は全体主義ですよ。つまり、自由って何ですかと。崇高な観念ではありませんよ。 自由と平等というのを崇高にしたのが近代思想の一番の誤りなんです。自由とか崇高というのは取り分の問題でしょ私そこにも家族がいるとします。私は静かに過ごしたい。家族はいわゆる紅白を見たい。部屋は一間しかない。俺は静かに過ごす自由があるんだと。私は紅白を見る自由があるのよと。自由崇高ですか エゴとエゴのぶつかり合いを自由って言ってるだけじゃないと。平等だって一緒ですよ。え、お前100万もらってんの俺にも100万よこせ。これが平等ですよ。取り分一緒にしろと。あら俺はこんな少ねえ。あいつはんのもらってる。あいつから奪って、あいつから30奪ってお礼いたしたらちょうど平等になる。エゴのぶつかり合いですよ。自由と平等っていうのは全く崇高じゃないんだよ。それは、 自愛とかね、慈悲とかね、あるいは奉仕とか献身とかね、できるだけ理性的に判断するとかね、怒りを抑えるとか、こういうのを美徳って言うんです。自由や平等は美徳でも何でもありません。崇高な理念でも何でもありません、そんなもので、そういうものをみんなが吐き散らしているのがこの社会なんです。そしたらそこでですね、そういうものを 汚れているんだよ、自由や平等は。その汚れているものを汚れたままそれでも認め合おうじゃないかというのが自由社会という意味だから。だから、この社会においていろんなものを透明にしてみんなをピュアにしたら自由でも何でもない。ある程度の汚れ、いやでもそれ以上っていうのは道徳上おかしいし、社会常識上そんなのは不正でしょと。要するに、ある程度の不透明、ある程度のごまかし、ある程度の嘘、ある程度のもにゃもにゃ。 と、違法行為を分けて、こっから上は違法よと。いや、そんなの、一円だって不正は不正だと。まあ、その、会社の会計とか政治資金は一円は、一円でも不正なんだよ。だから、私が言ってるのは、法律というのはそういう社会において、え、どっかで線引きをすることで、むにゃむにゃや不平等や悪やごまかしや人間の汚さを容認する、その、汚れた沼に住むという自由と、その中で、 えー、法律の厳正を守るとその線引きが必要で、政治資金について言ったらあまりに、えー、透明化をするという方向これ現状以上に制度をいじるということは今回のロジックからはなじまないということを確認しておきますつまり政和会がやったのは、えー、訪問をくぐり抜けてですね、制度上の悪をしたんじゃなくて誰でもわかるようなびっくりするような えー、ずさんな処理を集団でしてたとその時に問題なのは法律がずさんだったんじゃなくてやってた彼らがの法意識がずさんだったということなんでそしたらこの問題においてですね岸田政権が安倍派を潰すんだというような議論が成り立たないの私は安倍さんの一番大事な人ですよ私にとってそしてその子分たちの清和会安倍さんが大事にした子分たち 私にとっても大事ですよしかしこの件は何て言ったってね安安倍倍しじゃななくててが自滅してんじゃんこんなのだってこの処理6幹部ですかもう適正にあの適正に自分たちは処理されてると思ってたって全員供述してんですよじゃあ幹部たち全員が知らないのになんでこの指示が出てるの って話でしょむしろ逆に岸田政権の足を引っ張るなというのが本当に安倍さんを大事にしてきた論壇の方たちが清和権の諸君に言うべきことじゃないんですか物の筋が違うようなことを言うんだったら保守派の看板も下ろして言論人の看板も下ろすべきですよ。おかしい今の保守論壇は本当に。ということを申し上げて。 大晦日なのに、えー、激しい言葉で終わるのも嫌だから、えー、これでもう一本取るつもりだけどこれで終わりの方もいるでしょう残りわずかですしかし良いお年をお迎えくださいありがとうございました今年一年も本当に皆様のご声援に支えられてここまで来ることができました